ウィリアムズ箱横首亀は、横首亀か箱横首亀属に分類される亀。タンザニア湖遊ア州ガンダ西部、コンゴ民主共和国東部のアルバート湖、エドワード湖及びその周辺模式産地は、ビクトリア湖ウガンダ南東部、ケニア西部、タンザニア北部のビクトリア湖及びその、周辺最大高長25センチメートル。廃校上から見ると、中央部か、 やや後方で最も幅広くなる細長い卵型。C 甲板にあまり発達していない筋状の盛り上がりがあり、上部は平坦でわずかに凹む。後部円甲板の外縁は尖らない。廃坑の色彩は黒や暗褐色一色。廃坑と復興の継ぎ目には液化甲板がない。復興は復興板と古甲板の継ぎ目でわずかにくびれる。真の土甲板は細長くやや大型で。 横幅は左右の復興板と股間板のシームの長さの0.25倍以上。調子外は第5円間板中央部より後方に接する。全部の間板は長く、左右の復興板の継ぎ目の長さの2倍以上。左右の交換板の間には深い切れ込みが入る。左右の股間板の継ぎ目の長さは、左右の交換板の継ぎ目の長さよりも長い。頭部は大型で、分厚い。 分担は突出する。上顎の先端が浅くへこみ、その両脇が突出する個体もいる。下顎には小さいヒゲ状突起が2本ある。頭部の色彩は緑褐色や暗褐色で、泡褐色や高褐色、灰色などの虫食い状の反紋や反転が入る。四子青の色彩は褐色や暗灰色だが、成長に伴い気分や覆面が単行色になる。間のど甲板の縦幅は、 全容の縦幅の半分より長い。全容の縦幅は、紅葉の縦幅と同じかやや短い。復興の色彩は黄色で、暗色の半紋が入る。マノドカンパンの縦幅は、全容の縦幅の半分より短い。全容の縦幅は、紅葉の縦幅と同じかやや短い。復興の色彩は黄色で、灰色や、褐色の半紋が入る。マノドカンパンの縦幅は、 全用の縦幅の半分より長い。全用の縦幅は紅用の縦幅よりも長い。復興の色彩は黒や暗褐色で、シーム周辺は炭鉱色。水深の深い湖、沼、河川などに生息する。植生は動物食傾向が強いと考えられている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。世界的にも流通例は少ない。 ありがとうございます。